ジャイアンツがどのように戦っていくか、その姿というのを見せてくれました。ジャイアンツがリードを2点に広げました。まさに清水さん、このスイングなんですね。頭が動かないと。いやもういいバランスで振れてますよね。こう足を上げて下ろして、ここから球の位置って動かずにバットだけ前に出るような感じで打ってますよね。取るっていうことになるんですけども、こういった形で振れる時っていうのはね、ヘッドの走りは良くなりますよね。